白いユニフォーム新座片山 FC、 赤いユニフォーム名古屋グランパス U12。 さあこれは新座片山が攻めていく。さあフリーだった、どうか、ゴールキーパー山本抑えた。まだありますよ、まだあります。12番の斉藤、クロスボール、ボレーシュート、ゴールの左、ファーストシュートは新座片山、13番キャプテンの渡辺雅也でした。解説の北澤さん、はい、いきなりまずは新座片山が攻め込みました。そうですね、ボールを前に押し込んでいって、いかに早くゴール前に行くかですよね。最終ラインを下げて15番の柴田からキャプテンの8番池庭、この辺りはスペースが空いているか。うん、空いたところをうまく使ってますよね。10番の森光太が突破していく、突破を図る、さらに図る、まだありますよ。11番佐藤、シュート、あっとこれは最後はゴールラインに割りまして、コーナーキックへと変わります。まあここもうまくね、ボール持ったらうまいですからね、抜けてきますよね。で中にきっちり杉森君いいポジション取ってるんですよね。ここ入ってくるんですよね。粘り強さもありますからね。監督がおっしゃっていたんですが、1日30キロ走ることもあるという新座片山。さあこれはチャンスを迎えるグランパス、杉森、このシュートよく抑えました。ゴールキーパー野島達也、スーパーセーブを見せています。まあ決定的チャンスですけどもね、やはりいいとこ入ってきますよね。必ずマークは疲れてるはずなのにフリーでシュートを打てるんですよね、この杉森くん。前ボールを突破していく10番の森、さらに突破する、クロス、杉森、このシュートクリアしますが、まだクリアが無事。18番の池、左サイドからワンツー、うまいワンツーさせた。杉森が手を挙げている。クロスボールはゴールキックへと変わりますが、前半17分を経過しました。いや本当にダイナミックにね、福家君駆け上がってきますよね。見事な突破ですよ。実はサイドバックにこだわりがあると話す福家です。それは攻めと守り両方絡めるからということで、うん、そうですね、守備面も本当に的確なポジション取ってますからね。今年のチーム決して強いという。おっと、これは10番の森がボールをキープする。7番の杉森が前にいる。ボールの場所と何ですよ森君。9番犬塚突破する、うまい、なんか開いた、犬塚まだ突破する、倒れましたがファウルはありません。ただ素晴らしい突破でした。そうですね、あそこまでドリブルで切り込まれていくと全員がこっちに集中したのでゴール前フリーになるんですよね。今こう抜けてくれば完全杉森君フリーでしたからね。まあ見事な突破ですね。思えないような素晴らしい犬塚。9番犬塚ですが、ここで前半終了のホイッスルです。愛知県代表名古屋グランパス U12 対埼玉県代表の新座片山フットボールクラブ少年団、前半を終えて0対0と両チームこの決勝戦まだ得点はありません。で新座片山 FC は6番の岸川に代わって3番スピードとテクニックが持ち味の島田裕樹が入っています。さあチャンスを迎える7番の杉森、うまい突破しますが10番の森後ろから、このシュート後半1本目グランパス、10番の森光太、彼の出来でチームが変わるという森光太が今シュートを打ちました。ね、ここもパスやっぱいつも見てますからね杉森君。ここちょっと足元入るんですけども即座にトーキックですよね。お父さんもお兄さんも少年サッカーをやっていたという森、私も再び出ることができます。グランパスの2トップ杉森と森は今日の試合まだ得点はありませんが、ここは杉森攻撃、1対1のシュート、続きますよ、レベルが弾いた。さあ10番の森光太ボールをキープして、8番の池庭キャプテンです。そして森、いいコンビネーションですね。杉森が開いた、パスにかかるシュート、決まりました。先制点は杉森幸喜、後半の4分、今大会17得点目。グランパス素晴らしいパスワークから最後はエース杉森幸喜、得点を独走する17ゴール目を挙げました。先制点は名古屋グランパス優勝です。まあ、何度か入れなかったんですけども形を持ってますよね。ここも自分の打てる方向に持ってってフィニッシュ。まあその前のね、この池庭くん森くんの連携も素晴らしかったですよ ね。森川監督はこのチーム攻撃が注目されがちだが、他の選手だってすごいんだというふうに話しました。本当ですよね、本当にいいボールを供給しておりますよね。15番の柴田が体を入れてディフェンスをしました。グランパスもね、ここうまく繋がないわけですね。ここからです、先制点杉森のパスから10番の森、杉森が全力で走っていきます。どこ使う、打ち行くか、森が自分で持ち込む、シュート、突き刺さりました、ミドルシュート、10番の森光太今大会8ゴール目、2対0名古屋グランパス U12 がリードを広げました。素晴らしいミドルシュートでした。いや見事でしたよね、もう大人のようなシュートですよね。まあ点取ってから杉森君と森君のポジション変えたんですけどもね、そのコンビネーションがうまくいきましたよね。
今日は杉森と森のアベックゴールという形になりました。後半の7分、森光太のゴールでここで名古屋グランパスが2対0とリードを広げています。少し出れますけども、ファストコントロールはみんなうまいですよね、グランパスはね。高いテクニックを誇る名古屋グランパスの下部組織 U12。 あ、ここもテクニックを見せます。10番の森から杉森が中央で待っている。4番福山、変わって入った福山です。一度下がります。8番の池宮のシュート、ミドルシュートです。本当にボールコントロール普通に止めるのもうまいですし、こうあえて角度をつけたりとか、そういったテクニックを持ってますからね。北田さん、1点返すとサッカーはこの2対1になると一気に流れが変わりますね。1点取ることによって新坂田は前に強いですからね。さらに名古屋もプレッシャーを受けますよね。さあ、新坂田の FC、 まずは1点を返したい。時間はまだまだあります。ボールキープグランパス、8番のキャプテン池庭、そして10番の森、倒しました。ミドルシュート、ふわっと浮かせた。クロスバーの上、狙いすましたミドルシュート、ペロリと舌を出しました。10番の森光太、少し2点差に余裕を持ったのか、うまくボールを回し始めましたよね、グランパス。さあ、2点のリードを奪われている新座片山 FC。 ここは7番の杉森光輝がかわします。来るのも分かってますからね、うまい。前のボール、10番の森、森から杉森か、いや、8番池庭、シュート。ゴールキーパー野島、しっかりと抑えました。ピンよく飛びましたね。出てる名古屋グランパス、一方の新座片山、ロビンティン返したい。スタッチャンスに向かった。13番キャプテンの渡辺、突破する。いやー、素晴らしいですね。3番変わって入った萩原です。あー、ちょっと今のホイッスルで名古屋グランパスの選手たちが、ここで試合終了。ホイッスル、愛知県代表名古屋グランパス優勝に初優勝、全国7749チームの頂点に立ちました。抱き合います。名古屋グランパスの選手たちが今抱き合って初優勝の喜びを分かち合います。ただ一方、新座片山の選手たちは誰一人膝を